激しいまでにボールを要求し、必要なマークに合いながらも前へ進み、観客席から注がれる痛いほどの期待に応える。ただひたすらにゴールを目指す背番号11。みんなが期待しているのはゴールなんで、もうゴールしかないですね。はい、まあ細かいこと言えばいろいろあるだろうけど、一番はゴールですね。今年2年目のシーズンを迎えるフォワード新井辰徳。去年は J2 リーグ日本人最高となる17得点をマーク。結果を残してシーズンを終えた。まあ、成長したかどうか分かんないですけど、すごい結果が、練習でやってることがすごい試合で出て結果につながって、それなりにというかコンスタントに点も決めれたし、すごい充実した1年でした。シーズンオフは去年同様およそ半数の選手が入れ替わった。その中で新井はフォワードの柱としてキャンプに臨んだ。そして開幕からピッチに立つ。ごまかしの効かないシーズンがスタートした。まあ去年17っていう数字残して、今年に期待される部分が大きいと思ったし、まだまだ1年しか結果出してないっていうのが自分の中であったんで、すごい厳しい目で見られると思うんで、まあ、進化を問われるのは2年目、2年結果とりあえず出そうと思って今年はやってます。そんなものみんなどっかこっか怪我してるし、そんなこと言ってたら、サッカーの神様に怒られるんじゃないですか。しかしピッチの上では相手チームのプレッシャー、激しく体をぶつけられる場面も少なくない。苛立つ場面が開幕からよく見られた。軽きますよね。痛いっすもん、だって痛いし、これからチャンスって時に削られたら頭きますね、本当。でも今年まだイエローもらってないから、まだよく我慢してたって自分で思うんですけどね。去年結構意義でもらったから、今年はそういう無駄なイエローなんかくそうと思って、誰かリモコン持ってればいいですけどね。開幕から4試合、決定的なチャンスは作ってもゴールが奪えない。サポーターの期待は試合を重ねるたびにだんだんと高まる。その思いを新井は肌で感じていたのかもしれない。第5節、ザスパ草津戦直前、新井はこんなコメントを残していた。今日は、2、3点取って、勝ちたいですね。そのうちに、新井は何点？いや、僕が2、3点取りたいですけど、まあでも、勝てれば、早く見せてあげたいんで、ホームで勝ちを。予告通りの得点。やっと勝って、もっと雰囲気が良くなって、連勝してJ1 行きたいと思うので、たくさん足を運んで応援してください。お願いします。13試合を消化して得点は6。
いつの間にかランキングの上位に顔を出している。サガンのケントリアは危機迫る表情でゴールに向かい、そしてサポーターの祝福を最高の笑顔で受け止める。まあ、ゴール前で一番なんかしてくれるだろうっていう、そんな、信頼される、まあ、あいつに預けとけばなんかしてくれるだろうって思われる、そんなフォワードが理想ですね。サポーター席へ向けられる新井の笑顔が増えるたびに J1 が近づいてくる。新井辰徳、ゴールハンカーというコピーがバッチリハマりますよね。あのゴールに向かう姿勢、そしてどんな体勢からもゴールを狙う姿勢、本当に感動的なものです。今後ともゴールを決めて、そしてスタジアムを揺るがしてくれよ新井。さあ、勝手は今週のプレゼント。